岩村春部、岩村春武氏昭和18年11月9日は、日本の海軍軍人。最終階級は、海軍中将。幼名は、段次郎後の売のり道。大正4年に、春部と改名。慶応2年、土佐国旗軍スクに、岩村道俊の次男として生まれた。明治20年7月、海軍兵学校を卒業。明治22年9月、海軍将尉任官。 日清戦争、日露戦争に出生。特に水雷戦術に長じていた。明治41年2月、軍令部副官に就任し、同年9月、海軍大佐に昇進。明治43年12月、横須賀鎮述付となり、同44年12月、総工巡洋艦、東艦長に着任。戦艦、香取艦長を経て、大正2年12月、 海軍少将に進級し、朝鮮総督付付部官となる。大正3年11月、臨時陳太を陽光部司令官に就任し、第4水雷戦隊司令官、第1水雷戦隊司令官、練習艦隊司令官、海軍将官会議議員を歴任。大正6年12月、海軍中将に進み、大港陽光部司令官となった。大正8年12月、 二度目の召喚会議議員に就任。大正9年8月に退名となり、大正10年4月、予備役に編入。退官後、郷里のスクモに帰ったが後に上京し、昭和18年11月に死去。墓は、東京多摩霊園。弟、岩村道代、日本海軍史、第9巻、132ページ。官報、第2539号。 助人及び事例明治24年12月15日、官報第4046号、助人及び、事例1896年12月22日、官報第451号、助人及び、事例1914年1月31日、官報第1624号、助人及び、事例1917年12月29日、官報7005号、 黒く、除人及び、事例1906年11月2日。ありがとうございます。